世界最初のルクセンブルクの小型シートシート全体でデザインが構成されているロシアの小型シート無名打ちのアメリカの小型シート小型シートとは切手の販売または配布の形態の一つであり一般には郵便局の窓口で通常販売されるシートよりも小さいサイズの切手シートを指す切手は通常シートもしくは切手帳または コイル切手の形態で発行される。販売時は、1枚ごとのバラ売りもしくは、最小単位数で販売される事例が多い。そのうち、シートは、切手の印刷後、郵便局での販売及び保管をしやすいサイズに、裁断したものであり、数十枚から数百枚の切手で構成されている。需要に応じ、シート単位で販売される場合もある。そのシートのうち、 主に切手収集家向けに複数枚もしくは1枚の切手を大きな余白で囲んだ携帯で販売されるスタイルのものを小型シートと呼んでいる。多くの場合は記念切手もしくは特殊切手の一つとして発行される場合が多い。世界で最初に小型シートを発行したのはルクセンブルクで1923年であった。これは王女生誕を記念したもので、 通常郵便では利用されない高額10フラン切って1枚が収められていた。ただし、同国が1921年に発行した王子誕生記念のものを最初の小型シートとする意見もある。その後、世界各国で小型シートが発行されるようになった。小型シートは郵便で使われることなくコレクションアイテムとして施造されることを想定している。 場合が多いため、時には、無名打ちとなっているものも、少なくない。デザインも、バラとして発行された切手を組み合わせたものから、シート値も含め一つのデザインとして発行されることがある。校舎の場合には、小型シートの形式のみで発行される場合が多い。また、額面以上のプレミア付き価格で販売したり、バラにしても通常の郵便に使えないほどの大きな、 サイズのものや、高額な額面のものが販売される場合もある。多くは四角なものであるが、近年では、蝶や、動物の形をした変形小型シートを発行する、国もある。日本最初の小型シート賞は33年用、お年玉年が切手シート日本で、最初の小型シートは1934年4月20日発行の、定神記念日制定記念である。 当時は、組み合わせ郵便切手と呼ばれ、当時販売されていた、航空切手4種を組み合わせ、1枚のシートにまとめ、発行したものである。販売されたのは、同日より、東京市の日本橋三越と、定新博物館の2カ所で開催されていた、切手店会場内の郵便局臨時出張所だけで、あった。発行枚数はわずか2万枚であった上に、 当時の封書料金の基本料金が3000であった、時期に販売価格が77000と高額であったため、現在では日本の小型シートの中で最も高価なものになっている。また、低新賞は1936年より国立公園を描いた特殊切手を発行していたが、これらの国立公園を描いた切手を組み合わせた小型シートも発行した。これらは、 特製二つ折りのタトウに挟まれて販売された。他にも日本が1935年12月に最初に発行した年賀切手は普通切手とサイズが同じであったことから1シートは100枚構成であったが、これとは別に特製ブートに入れた20枚構成のシートを通信販売で売り出しており、こちらも現在では小型シートとみなされている。 1946年以降1949年にかけて地方で開催された切手展を記念し、その会場で特製小型シートが数多く発行された。多くは普通切手を組み合わせたものであったが一部例外もある。これ以外にも日本国憲法施行記念の記念切手を収めた小型シートや高額な切手を収めた小型シートが たびたび発行された。それらの小型シートは安易なものであったため、一部の切手収集家から乱発乱造として非難された。日本では口述のように年賀切手の小型シートが毎年発行されているが、記念切手を1、2枚だけ収めた小型シートの発行はほとんどない。ただし、日本郵政公社及び日本郵便の時代に発行される記念切手は、 大きな余白にデザインを印刷した10枚シートの形式で発行される場合が多く、見方によっては小型シートの一種とも言える。日本において代表的な小型シートとして、お年玉付き年賀はがきの商品である切手シートがある。これは年賀はがきもしくはくじ付き年賀切手の末、当商品として当選者に配布されるもので年賀切手が収められている。 最初に発行されたのは1950年2月1日であった。松東商品に切手シートが採用されて、以降、年賀切手は、年賀はがきの商品に収めるために発行されており、年賀明けた1月に発行されていたが、市政年賀郵便に使えるようにするため、1954年用、年賀切手から前年の12月に発行されるようになった。シートの内容は、 はがき料金の切手が1950から1951年は5枚、1952から1971年は4枚、1972から1976年は3枚、1977から1986年は2枚となった後、1987年以降は、はがき料金と封書の最低料金の切手を1枚のシートに収めたものとなった。 ただし1991年1992年のみ、はがき料金の切手2枚に戻った。当選確率については、少なくとも1997年以降は、100枚に2から3枚の割合で当選するようになっている。なお、年賀シートは原則として、9時の当選者しか配布されていなかったが、過去には、郵便局のイベントで記念印を応印したものを配布したほか、 2008年には、試験的に一般向けに販売されたことがある。2017年以降は、日本郵便の通販サイト、切手ショップ限定ではあるものの、一般向けにも販売されることになった。夏のお便り郵便はがきにも、年賀はがきと同様、小型シートが、つ等として商品についていたことがあった。日本郵政公社時代の2005年までは、商品として存在したが、 2006年からはなくなった。その後2019年に復活したが、2020年をもって、夏のお便り郵便はがきの発売自体が終了した。ありがとうございます。